リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。イエーイ。はい、ということで今日は私のモデルがいろいろと一新しましたので、そちらの方を紹介していきたいなと思いまして、このような形でバーチャルキャストにて撮影している状態になります。はい、ということでどうです。はい、私も今モデル一新している状態なんですけれども、まずこちらの方から見ていきたいなと思います。ドラクエ10の世界の私リントですね。はい、とこちらは V カツの方で、作成させていただいた私ですね。はい、私はね、ドラクエ10の世界から出てきたリントと R 世界にいるリントが融合して誕生してますので、まあ、融合体のねこの姿もしっかりモデルアップをしていきたいし、やっぱりドラクエ世界のリントが原点なので、一緒にね衣装同じもの着たいなと思って作成させていただきました。ということでまずドラクエ10の方のリントから見ていきたいなと思います。はい、ちょっと操作しますね。よいしょ。はい、そうです、これがドラクエ、あの時の妖精、お邪魔よ。キャラクター設定からついてくん。ちょっとついてくんの時の妖精さん、一気なしにしときますか。よいしょ。かぶっちゃってるんでね。はい、こちらがドラクエ10の世界でのリントになります。どうです？かわいいでしょう。私の趣味だ。いいだろ？はい。ということで、このような格好をさせていただきました。で、原点にして、この原点の服を、忠実に再現したいと思って、このような形でね。で、今日はこちらの、V カツの衣装と、この後一回モデルチェンジ一回して、V ロイドという方でも作成させていただいたので、V ロイドの方の衣装も、後ほどご紹介していこうかなと思います。はい。こんな感じですね。ものとしては、ドラクエ10の中で行くと、こちらの、まず、上の衣装ですね。なので、体上なので、この上の方の衣装ですね。が、トランプボレロの上になります。そして、下が小悪魔の、ドレスのスカートですね。小悪魔ドレスだったかな。のスカートです。で、雪国のシューズを使用していて、色を、コアブラックとブラウンですね。で、体の方の上の方は、アメジストと、シルバーですね。下もアメジストとシルバーというコーデになっております。コーデに関しては、少々お待ちくださいね。コーデに関しては大事なもの、妖精の姿見ありますね。はい、コーデとしてはこのようになっております。マジカル姫ハット、ハットかぶってます。今隠してますけれども、ハットもかぶっております。そして、トランプボレロ、小悪魔ドレスして、合ってたね、ドレスでね。で、パピヨングローブに、雪国のシューズという形のドレスアップですね。やばい、間違った。こうだ、こっちだ。なので、ドレアの時もなんですが、お気に入り3というところに入っているんですけれども、表示設定でこれを表示させてあげると、はい、このような感じで、ハットをかぶることもできます。ハットかぶった方がね、ちょっとね、頭にアクセントがついて、ちょっと可愛いなと思っているんですけれども、この、私の頭につけるのはなかなか難しかったので、この帽子はなしにしております。はい。こんな感じでね、つけさせていただいております。で、あと、この V カツのモデルの方ですと、こちらのブレスレットのこの部分ですね、が少し、装飾が違うんですけれども、装飾は変えております。こちらの方は、職人報告誰かしてくださってるんですね。ありがとうございます。はい。
こちらの方のものに関してはチョーカーがついている状態ですね。そしてこのところにトランプなので上からハート、スペード、ダイヤ、クラブかなっていう順番になっている状態ですね。はい。ですね。このような形で作成させていただきました。で、実際はもともと着ていたものっていうのはこっちが基本的なドレスアップになってたんですね。これですね。はい。なんですけれども、V カツの方も、V ロイドの方も、ロングスカートでモデルを作ろうとするとなかなか大変だったので、あえてミニスカートを使用させていただいて、その中でも気に入ってるもの。私このトランプボレロの上が大好きで、トランプボレロの上を着てることが多いんですよ。これもトランプボレロの上ですね。これだとレースのハットに、トランプボレロ、なんて書いてる？新宅のローブか。に、飛竜のグローブに、トランプブーツっていう形ですね。トランプボレロが本当に好きなんですね。こっちもトランプボレロですからね。で、その中でも、ちょっとスカート、短めのものにということで、こちらにまずさせていただきました。はい。っていうところですね。では、次に、ドラクエ10ではなくて、ちょっと画面がうまく見えない。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ほ。あ、ちっちゃくできた。はい、次はこちらですね。こちら、V カツの方で作らせていただいたもの。いろいろモデルがありますね、この辺に。この辺、千春ちゃんを、アローラの姿で私が作ったものですね。とか、あと、他のリンともちょこちょこいますね。サムスの格好をしてたりとかね。なんですけれども、これが、基本の私になります。ポーズだけなんとなくつけますか。うん、この辺がいいでしょう。はい。これも私が、自分で作成して、させていただいたものになります。はい。こんな感じでね、作っております。で、これもちょっとアップ目で見ていきましょうか。これもテクスチャーを作ってるんですけれども、テクスチャーのちょっと切れ目の部分、この部分ですね、ここがちょうど、分割の切れ目の部分なんですけれども、ちょっとずれてはいます。これがね、今私自身です。この格好、この格好を詳しく見てるのがこの画面って思っていただくといいかなと思います。はい。ちょっとね、この辺もね、ちょっとずれちゃってるんですけれども、はい、スカートもこんな感じで、裏から見てもちゃんとスカート、あ、パンツ見えちゃう。パンツ見えちゃダメね。ギリギリ見えない角度で。ギリギリ見えない角度だけど、ちょっと、エッチい感じになっちゃいますね。はい。こんな感じ。ここの部分もしっかり、透過させていただいている状態ですね。はい。そして、はい。上の方もこんな感じ。この辺のね、肩の切れ目とかも、細かく見ると、ちょっと雑いんですよね。で、背中もね、こんな感じで、模様をつけさせていただいて、なんと、ドラクエ10の中のね、服と同じような形で作成させていただいております。はい。これのテクスチャーデータがね、どこかな？ちょっと待ってね。テクスチャーデータがこちらですね。はい。こんな形でテクスチャーのデータを作らせていただいて、この辺をね、頑張って書きました。はい。この辺とかも。で、フリーの素材として使ってもいいよっていう風になっている、テクスチャーをまずお借りさせていただいて、著作権フリーのものですね。それを、改変しつつ、色変えたり、必要なところだけ持ってきたりとかした上で、記入して、
で、最終的に、その上に、紙をこう、くしゃくしゃっとしたような、あるんですよ。その、なんか、シワを、つけるためのものをオーバーレイとかで上から重ねてちょっとシワ感出したりっていう形でやってます。なので本来これ多分動画にして書いてるところをダイジェストでお送りするのが一番良かったんですけれども、夢中になりすぎて書いてるところダイジェスト作るってないんですよね。なのでもう出来上がったテクスチャーだけ見てもらう形になっちゃいます。はい。でこのテクスチャーに関してはそもそもあれですね。よいしょ。こっちの方にもあるんですけれども、もともと V ロイドの方のテクスチャーに使っていたものを切り取って V カツに合わせるような形で V カツのテクスチャーの貼り方に合わせて、こう切り貼りしていった形になりますね。はい。まあ、V カツのモデルとしてはこのような形。普段着ている普段着はね、また違うんですけれども、普段着を読み込むとこれですね。はい。普段着ていたのはこの衣装なんですけれども、今後はちょっとこっちの、せっかく作った衣装の方を着ていきたいなと思っております。ちゃんと下半身もね、このしましまの模様を合わせたりとか、靴とかも合わせたりしております。はい、では次。まずテクスチャーを見ていきたいなとは思うんですけれども、これでテクスチャー見れるので、はい、これが、V ロイドのモデルですね。はい、V ロイドもいろいろ聞かれることはあるんですけれども、V ロイドのモデルも見ていきましょう。そして V ロイドのモデルに、モデルチェンジ。ほっ。はい。モデルチェンジ。ちょっとね、この辺がやっぱりまだ貫通しちゃってるんですけれども、この辺の貫通をね、抑えたいんですよね。なんでここ貫通しちゃってるんだろうって、ここ。ね。この、脇の部分。脇というか腕の部分ね。なんかね、ちょっと貫通気味なんですよね、モデルが。この辺の手とかも。ちょっと後でちょっとまたこの辺見ていきたいしっていうところですね。曲げた時に関節が出てくるのはいいんですけど、曲げてもいないのにこの辺出てきちゃってるので、どうなってるのかなってところですね。ちょっと後で見ていきたいと思います。これはね、モデル調整をまたしていきたいと思います。はい、じゃあ早速こっちも見ていきましょう。こっちはね、この首のところのこの、これも書きました。全部書けるので、書かせていただきました。じゃあ見ていきましょう。これもテクスチャーを書いて、こんな感じですね。こっちはね、ここのテクスチャーの切れ目が、わかりやすいようになってたので、切れ目なくなってます。テクスチャー、テクスチャー、衣装、テクスチャー。ロード中。そしてドラクエの方のも音が、あれっすね。はい。こんな感じでこれもテクスチャーを書かせていただいていて、これはね、一個一個書きました。切り張りはしてるんですけれども、切り張りした上で、この細かい部分とかを書きましたね。この辺も手書きで書いていきました。あと、これも、素材をいくつか組み合わせて、腰の部分のこの腰紐つけたりとか、こう手の部分のこのハートマークだったりとか、を作りました。でね、よく聞かれるのが、V ロイドのモデルだと、その髪型って難しくないっていうところ、この頭のこれ、お団子、八作とデコポンですね。難しくないって聞かれていたので、ちょっとその辺も見ていこうかなと思うんですけど、これ実はね、髪の毛一本なんですよ。で、これで見たら見れるのかな。はい。こういう形になってるんですね。で、ちょっとわかりにくいですよね。
ここにぶつかり判定みたいのがあるんですけれども、ぶつかり判定みたいの入れて、でそれに合わせて U の字でこういう一本の髪型になってます。なのでこれを動かすと出てこないか、すぐにはこう、これね一本なんですよね。そう、この髪の毛は一本のこういう長い髪の毛をぐーっと丸めてやっている状態なので、ここら辺にここですね、ちょっとへこみがあるんですよ。なのでそれで丸く見せている状態、上から見るとこんな感じなんですよね。なので結構ポリゴンとしては三角ポリゴンを使用している状態ですね。あのまん丸ではないよっていうやつですね。ポリゴン数とかの制限とかもあるので、ポリゴン数あんまり増やさないように作らせていただきました。で、あの、このお団子以外は普通の髪型と一緒です。もう作り方は全然変わらないです。こんな感じで。で、どうしてもあの、ポリゴン数を抑えたかったので、この中の割の分割に関しては少なめですね。この辺も細かくですね。長い髪の毛が1本。なので割り数も1、2、3、4、5、6とかですね。あんまりポリゴン割っちゃうと、ハイポリになってしまって、うのは全然いいんですけれども、あのいつかバーチャルキャストにこの子も送りたいと思ってたので、バーチャルキャストに送るって考えた時にはあんまりポリゴン割りすぎると困っちゃうので、あんまりポリゴン割りすぎないように作りました。でテクスチャーのこの靴に関しては、あのブースでね、使用できるものを使用させていただいたり、この辺のソックスに関しては自分で描いたりとかですね。はい、っていう感じでちょっとモデルをね一新させていただきました。ではこれもほ閉じて、はい、いろいろね画面には映ってると思うんですけれども、ほ、はい、そして私自分で自作のフィギュアも作ってますので、フィギュアの方もこのような形で衣装を作らせていただきました。でフィギュアの方にもあの白黒のソックスがあるので、白黒のソックスを使わせていただいて、こんな感じで白黒のソックスになっております。でスカートに関しては本来はこうちょっと私が後ろ気味に行きたいけど映らなくなっちゃうな、どうしよう、この辺だと映るかな。このスカートあのこの辺がねあの折れてるのね、こんな感じでほっこんな感じでなってるんだけど、あのさすがに折り込みながら縫うのができなかったの。幾分ちっちゃいし、全長サイズがねこんなもん、こんなもんってわかんないね。あの15センチぐらいのフィギュア、SH フィギュアーツとかって言ったらわかるのかな、人によってはね。 SH フィギュアーツぐらいのサイズです。なのでサイズ感もちっちゃいので、自分で縫っていくってなったらなかなか大変だったので、これぐらいの仕上がりになってます。でもちゃんとこう胸のこの胸というかこの襟元ですねも作りましたし、ちゃんとここの白い部分とこう紫の部分ともしっかり縫わせていただいて、キーボールあのボールチェーンのキーホルダーのやつなんですけれども、のあの金色のものも付けさせていただいて、こんな感じで作らせていただきました。なのでV ロイド、なので VR チャットにも行けるような格好のリントと、V カツのリンちゃんと、そしてドラクエのリントと全部同じ衣装を作ることができました。これ違うね。なんだろうね。おっと、ほ、これか。あった。はい、っていう感じで、すべてのリントをね、このような形で作ることができました。正直一番、こう、ドラクエのリントと再現度が近しいのは、私かな？はい。なので、これからこのような形で、いろんな形で、
やっていきたいなと思ってるので、全部こうやって作り合わせることができたので、しっかりこれからもいろいろやっていきたいなと思います。ということで、今回はモデルを一新してアップデートをしたよっていうお話でございました。はい。長々とお話付き合っていただいてありがとうございます。はい。まあ、こんな形でね、これからもやっていきたいなと思うので、また私の応援していただければと思います。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。